どうも、森島和樹と凛とです。たいやー、こんなプレーを僕に強いるんですか。キキ牛丼やってみようと思います。よいしょ。開けますか。はい、開けていいですか。うん、はい、目隠しをしていただいて、はいはいはい、もう食べない状態でね。はい、まず確かめるとかなしでね。はい、どこの牛丼か、はい、当ててください。はい、はい、ああ、余裕でわかる。これ余裕だな。これ全部食べてから言う。一番何度何とかとか。そうですね、じゃあ今一番じゃん。うん、オッケーオッケー。もうこれ余裕でわかる。あ、俺余裕かも。マジっすか。うん、うん、待ってよ、俺途中水とかも飲まずに余裕だわ。 あ、飲まないでいいですか。うん、打消去法だよね。もうあとはそれってことだよね。まあまあ、お願いします。分かった分かった。はい、分かりました。うん、やっぱ合ってるな。うん、はい、大丈夫ですか。目開けていい。開けないバージョンでいい。開けないバージョンで、じゃあもう自分は上に持っとくんで。最初の1番です。はい、1番ドンテ。あれ、すき家です。嘘。2番。待って待って待って。はい、ってことは1番すき家、はい、2番吉野家、3番あと3番ドンテ。はい、オープンしてどうぞって感じですね。すき家、ドンテ、吉野家でした。こっち違います。じゃあ俺全部外したってこと。言ったら全部外してます。いい。はい、お願いします。難しいな、こう一口サイズを出すっていうのはな。いきまー、はい。ああ、はい、いきまーす。いける気がする。あ、嘘。2回目、はい。いやー、どんなもんになるんでしょうかね。んどうすか。分からなくなってきた。あん、まだよ、このその状態で。やべえ、わからねえ。全然わからないですね。一番が、一番が、一番が、はい、吉野家で、はい、で二番が吉野家、うん、次が、すき家、はい、次がどんて、吉野家、すき家、どんて。じゃあこれが順番です。どうぞ。あっちから、こっから。吉野家、すき家、うわ。吉野家、どんて、すき家でしたね。惜しくないですか。でも、まあ、1個しか合ってないけど。1個当たったらそうなるわ。そっかそっかそっか。そうっすね。俺ちょっと味一旦学んでからもう一回やっていい。もうすき家は間違うわけないな。もう米も一緒にいきます。待ってよ。はい、
褒めがあんまなかったな。はい、この米の抜け感だ、うん、米だ、米基準なんですね今戦略は。もう今のは米入れますか。まあ、吉野家かな。俺今何て言った最初。スクヤ丼って吉野家じゃん。いいですか。はい、どうぞ。どのじゃん。正解です。しゃーめっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。正解？正解です。スクヤ丼って吉野家？めっちゃ嬉しい。お願い、外れてくれると思ってました。外れてくれと思ってました。やっぱ俺舌はね、やっぱどっちかって言ったら感覚持ってるよ俺は。うん、吉野家、吉野家、すき家、すき家、どん亭、どん亭、どうぞ。どの順ですか。この順吉野家、すき家、どん亭。正解はどん亭吉野家すき家で全問間違いでございます。うわお前さっきよりダメやし。食べてからダメって嫌ですね。うわおーよかったかった。うわ利き牛丼、利き牛丼ですね。確か凛斗くんはあれでしたっけ、僕と出会った頃、高校2年の頃、音楽家か調理師になるみたいな話をねえ言わんくださいもう。迷ってた言いまし言ってましたっけ。迷ってないかもしれないです、ね、音楽を選んだのは正解だな。はい。県民賞に出まーす。沖縄ってあのシーミーっていうやつがあって、この4月5月の季節なんですけど、というか撮影はしましたね。いや炎天下の中だったんでね、まあ、85歳のおじいちゃんいたんでそのまま墓に行っちゃうんかななんて心配しちゃったんですけど。